サイ・アキラは大韓民国海軍の駆逐艦。立春新旧駆逐艦の6番艦。艦米はサイ・アキラに由来する。サイ・アキラは KDX2 に基づく4400トン旧駆逐艦として現代重工業で建造され、2006年10月20日に浸水、2008年9月4日に収益した。2009年11月12日、公海上に設定された。 北方限界線をめぐって北朝鮮との銃撃事件に対応し、警戒のため DDH-979 強艦さんと共に全身配置される。2010年12月29日に前任の DDH-978 王権と交代し、清見部隊第6次隊の任務に就く。2011年1月15日に ソマリア沖の海賊によって拉致された3個海運の化学タンカー、3個ジュエリーの船員21人を同月21日に救出した。大韓民国海軍発となる鎮圧作戦は登場していた海軍特殊船旅団の派遣要員と共に実施、その際に海賊8人を射殺5人を拘束し、人質の船長が負傷した。翌2月24日にはリビアでの 反政府デモによる騒上で在留韓国人撤退のため急破したと韓国国防省が発表した。3月第1週には現地に到着し航空機で撤退できない場合はリビアの港湾都市にて輸送するとした。本艦は最大で約1000人を収容できる能力があるとされ、韓国海軍としては在留韓国人の救出任務に初めて投入される。 任務を終えて2011年5月27日に寄港する。2012年に DDG-992 クリアリージ、SS-069 ラダイオーと共にリムパックに参加する。2009年時点での母校は第二艦隊司令部がある平沢市。ありがとうございます。